大丈夫でしょ。だって君弱いもん。わからないのか、お前は決して完璧ではない。諦めろ、万に一つ。どうやら音量設定を変更できるらしいな。このくらいがいいかもな、最終的に。未来の海賊王のクルーがよ、情けねえ顔すんじゃねえ。死ぬことはこれからない。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。上手だね。体はグールって感じかな。早く一緒に暮らせるといいね。この引き出しの中に世界中の人間がもう感じているんだ。正義の裁きをする者の像。さてさてさ、別に気を使わなくていいぜ。毒が手加減しねえぜ。おめえどうにも落ち着かねえな。オラが味方だってちゃんと分かって。やってください。 1.4センチ増。ブロックでストレート警戒してても止めらんねえのな。こういうの残しておくのもいいと思ってね。元気に育ってください。母の願いとしています。大黒、俺今日うな重ね。肝吸い付きで。まあなあ日和、ほら最近出た。これ以上敗者に鞭を打つような真似はごめんだ。貴様ら部外者の安易に。ミッションワクワク。パンパンさパンパン。なくてもテストできるの。恥ずかしいからはっきり言わないの。あとこっち見るのも禁止。本当に大丈夫？倒しがいやんちゃん。それがナギッチのやりたい。蹴ると思ったもん。そんな顔してた。ご苦労様。知らず知らずのうちにそんなに遠くまで行っちゃったんだね。人でも悪魔で。やっと起き上がったか。そうだ、聖堂鏡に使えんじゃねえか。若い頃の父ちゃんか。これが忍びの連携だってばさ。動力とか99代ブリトニア皇帝、私が殺した。ステータスなんて最初からカーストしてるに決まってるじゃない。そこらの一般の冒険者と一緒。どうした？久しぶりだな。あのまま黙って逃げておればよかったもの。こいつを手に入れて随分経つが、一山必殺の妖刀としてすっかり有名になってしまった。再度の挑戦を要望します。どこが間違っていたのでしょうか？はい、仮の代償という。もちろん置いていきません。もういいんですか先生？その木は母様の。文句あんなら言えば。普通に見えてんですけど。なんでできんの？選択で家庭科ないじゃん。自分のものに貼っておくんだって。きよって貸してくれた。この家には煙突ない。二度同じことを言わせないでくださいよ。滅びずにいられるのかな。あんたは果たして滅びずにいられる。僕もいつも一人だよ。パートナーなんてまた作ればいい。作れなかったら仕送り増やさず、このもの人生を変えたシリーズなのです。4年ぶりの新作なのです。ごきげんよう獅童さん、よろしくお願いしますわ。あら、今日行われた聖林対東欧の式が自らの力で意図的に入った。関係ないです。あなたの言う通り恵まれてきたと思うから。だからもしよければ僕が。これで心中はできません。私はあなたと心中するために今日まで生きてきたんです。それぐらいでいい。僕もお前もまだ偽物だ。誰よりも早く本物にならなくて。先輩がちゃんとかけたらあげますよ。内緒でーす。今度は僕がお前を救いたい。僕が神、全て僕が決める。そうしよう。うるせえ本田グスタフ。俺たち第7はもともと自警団のバカどもなはず。それも並大抵の慌て方じゃない。なぜならこの放送が放課後に起きる。リボーンはマフィアだからスーツで決めているんだ。リボーンは赤ん坊だが鬼ごっこはしない。可愛くないってひどくないですか？いえ、気にしなくていいと思いますよ。このような服は着たことがないのですが、これでよろしいのでしょうか？俺は今見た通りの状況なんだけど、立ち会いは今度ってわけには。ごめんね。せめてそのくらいはしたくて。寮の部屋もあるしね。何かあれば帰ってくるし。申し訳ありませんでした。苦しい思いをさせてしまい。お待たせして申し訳ありません。君が先輩としてサポートしてあげないと、蹂躙されているのを見過ごすわけにはいかない。即座に殲滅が可能です。ニューヨークへのルートが確保できますし、存分に楽しんでいただけます。いやでも俺子供の時しか車乗ったことねえからさ、吸血鬼の年は車なんてなかったし。はじめまして。明日の放課後、実習園のでっかい木の下に来てくれます。